事実を知ることは正しいか白河院の身よ九十の塔の先が金でなく動物の皮でできているという噂が広まった責任者を罰するべきだという声が上がり白河院はある物資に真偽を確かめろと命じたしかし 物資は塔の途中で引き返した。高いところは恐ろしい。命あればこそ白河院にお仕えできるのですからという物資。人々はあざけり、白河院も苦笑いした。しかし、藤原の秋高京はこう言った。物資は褒められるべきだ。人に罪を問う罪を。 自分が愚か者になって防いだのだから笑われた物資実金賞古典は今に至る普遍的なテーマを示している古典といったってたかだか千年前そんなに昔ではないなのに現代とは感覚が違うという理由で教科書や試験から古典を遠ざける風潮はよろしくない 古典こそ、読解の方向と知らないといけない。ここでの物資の対応の意味は、わかるよね。事実は、こうでしたと言えば、責任を問うことになりかねない。しかも、白川院という、絶対権力者の命令だ。抜き差しならない、状況だ。物資は、塔の先を見たかどうかはわからないが、途中で逃げ帰る。 自分が弱虫で愚かであれば、その人から解かれる。言葉一つで誰かを罰することを恐れたか、ただの自己防衛か、もっと深いものか。そこを問いかけている。現代は事実全盛だ。今なら、責任者を明らかにして罰するはず。私たちは、それを当然と思っている。おそらく。 この物資の行動をみんなが避難するだろう。それが市民の正しい行いだと思って。人を罪にする罪。これは果たして古典化。ここには今に通じる人の倫理や哲学がある。うちにある自立。現代人はそこを曖昧にしてはいないか。事実を知りたい。だが何のために 事実や真実に対しての過ぎた信仰が蔓延し、偏っている。自分が笑われて、むやむやにする。事他を知ってこそできる、高等な手法だ。しかし、なかなか、その勇気は持てないものだ。事実を語る勇気の方が、まだ楽な気さえする。そこも、読解の切り口にはなる。さて、君はどう読むかな 今時、秋高境のような人はいるかなこの人の読解力に注目しよう。一人の言葉で、事態ががらりと変わることもある。それは、真実だからか。そんな甘いもんじゃないよ。